相模ネット TV。 今回相模ネット TV のレポーターは神奈川県真鶴町にやってきているようです。岩海岸来ちゃいましたね。すごいボートがいっぱい並んで、なんか駐車場みたいに感じで、ボートの駐車場みたい、ボートの駐船場。お、うまいこと言った。こんにちは。お散歩。はい、ちょっとこう海が見えたので。綺麗でしょ今日海が。すごく、はい、穏やかですごい綺麗だなと思って。そう、立秋過ぎてからすごい春らしくなってきた。あ、そうなんですか。こっちからだともっとよく見えますよ。よかったら、うん、上がってきたらどうですか。あ、はい、その外から上がってこられる。あ、この横の階段から。あ、ちょっとお誘いをお姉様に受けてしまったので行ってみましょうか。ドッキーマリン会員制ビンタルポンこんにちは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。ここは何のお店なんですか。うちはね、はい、モーターボートの販売と種類をやってるお店なんです。あ、それでこうボートがいっぱい並んでたんですね、はい、ちょっと普通に歩いてたら車が止めてあるみたいにボートがバーッと並んでて、そうなんですよ、かっこいいと思って見ながら歩いてたんですけど、あのうちは釣り用の船と、はいはい、エンジンとか航海機とかそういうのを売ってるお店ですね。お客様たちが自分の船で釣ってきた魚たちの笑顔です。かなり大物。そうですね。すごい、あの、まあ、ベテランの方たちになると結構大物を狙って帰ってくるので、はい、それでもあのこういう大物も狙えるし、はい、ご家族で子供たちや、あ、本当か、家族で楽しむ釣りもできるし、すごい、ご飯とか、アマダイとか、アオリイカとか、こういったのが、うん、あのアオリイカってこんなんなんですか。それはね、怒ってるアオリイカですね。なるほど。釣られてちょっとムッとしてる。怒ってる。はい。あとは、うん、こっちの方が確かにこっちの方がちょっと馴染みがありますね。あの怒るとね、魚もやっぱり釣られるとムッとするらしくて、怒るとこんなになっちゃうんですけど、はい、うわ、今日お天気もいいし、はい、海も静かなんで、はい、私ちょっと釣りの練習に行こうかと思うんですけど、はい、あの海女子会っていうクラブうちやってて、はい、私それのキャプテンをやってるんですよ。もしよかったら行ってきます。え、私もですか。いいですか社長、連れて。え、うん、いいんですか。今日は暖かいし、はい、いいんじゃないの。本当ですか、うん、ありがとうございます。あ、いいいい、ぜひ。じゃあ、はい、これからちょっと本当にすぐそこの、うん、先の海までなんで、はい、釣れるかどうかは分からないんですけど、はい、ちょっと体験してみましょうか。ありがとうございます。あの船に船酔いの心配があるといけないので、はい、今日酔い止めバンドっていうのがあるので、はい、これをちょっとつけていただこうと思うんですけど、はい、ちょっと説明したいので、はい、こっちに寄っていただいていいですか、はい、両手首にこの突起が当たるようにしていただくんですけど、はい、ご自分の指で、はい、この手首のシワのところからですね、指3本分、はい、その指3本分間を空けた、はい、一本下のところで、この縦の筋の真ん中に、はい、そのあたりにグッと押すとちょっと痛みを感じるかもしれないツボがあるんですよ。こう結構強めにグッと、うん、でちょっと痛いかなっていうところがもしあったらそのあたりじゃないかなと思うんですけど、指3本分下、そう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 、あ、ここだ、うん、あった。だからそこにここだ。この突起が当たるように、はい、このバンドを巻いておくんです、はい、はい。これを両方の手首につけておいて、で多少跡が残るぐらいに外した時にね、はい、ちょっと跡が残るぐらいギュッてやっておくと、はい、効果が得やすい。へー、これを両方の手首にじゃあ巻いて準備をしておきましょう、はい、こんな格好になっちゃいました。ちょっと可愛くないですかこれ。イエーイ。レポーターのゆうみちゃん、釣りガールファッションに着替えてこれから海釣りの初体験レポート。よろしくお願いします。どうぞ乗ってきてください。これはしごの乗る感じですか。乗っちゃっていいですか。はい、頑張れ。
ちょっとバックイエイイエイすごい近い、波近い。釣りにはちょっと不向きは不向きなんですけど、何か釣れてくれるといいなと思います、はい、すごい透明です。もうそこまで見えるんですよ。ポイントまで今着いたんだけど、はい、海も静かだし、ちょっと運転の体験してみます。お、本当ですか。うん、やってみようか。やりたいです。はい、はい、お、結構揺れているか、うん、揺れるけど、ハンドルと、まあ、レバーで、これが車のアクセルとブレーキですね。こっちの方に向かってみましょう。はい、でそのあたりでちょっと止めて、ほらもう前に向いてるでしょ、はい、船が頭の方はモーターボートの販売修理の真鶴町岩海岸のロッキーマリンへぜひおいでください。女性やお子様連れの方大歓迎。